猪苗代湖から檜枝岐村へ向かっている文献さん。この日のスタート地点、会津高原尾瀬口駅に駆けつけてくれたのが地元南会津町の船木さん。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は中山トンネルまで6キロです。すると峠越えなんで、はい、安全のためにお守り、地元の神社の会津田島祇園祭が行われる神社のお守りです。ありがとうございます。この日標高差およそ250メートルを登らなければなりません。一人ではない旅路ですが、車でしか通ったことないです。歩くと多分大変です。ちょっと体力持つか心配ですけど、頑張っていきたいと思います。徹底的に拾っていきます。このかけだ。この美しい川をきれいに保っていきたいですね。日頃かけだ。今日のかけだ。ひたすら上り坂が続く過酷な峠越え。すると船木さんの前に、まさかの、え、本物です。綺麗にしていきたいと思います。日頃かけろ。うわ、タバコだ。永遠と大自然が広がってますね。地元を愛するこの熱い男。せっかくゴミ拾いできるなら本当嬉しいです。ありがとうございます。すると文献さんの前に、うわ、タバコのまとめ捨て。この美しい大自然を守るためにも、獣かけら。やがてまた大きな橋が現れます。ここからさらに登りがきつくなっていくんですね。暑さも加わり我慢の旅路が続きます。でも一人ではありません。このかけろ。ところがさすがにきつそうな船木さん、一方この人はお散歩気分ですけれども。嘘でしょ、磐梯山レベル。ゴミを拾いながらひたすら登り続けるこの日の行程6キロ。出発から2時間、ついに、わ、トンネルが見えてきました。この日のゴールとなる峠のトンネルです。中山トンネルに着きました。万歳。入り口付近もくまなくきれいに。よし、本日1袋目。無事にゴールしたところで、あの文献さん、はい、今日バーベキューうちでやりたいと思うんですけど、どうです？バーベキュー、ただみの味付きマトンって、それめっちゃ美味しいんで。味付きマトン、わあ。ということで、うわうわ、船木さん家でバーベキューを。週に1回やってます、船木さんが用意してくれた只見町の味付きマトン、そう。だからこんな展開初めてですよね。物件隣の晩御飯。
ニンニクが効いた只見町の味付きマトン。いただきます。またパワーが湧いてきそう。めっちゃうまい。うわうまー。希望のかけら拾った後最高ですね。希望のマトンですね。希望のマトン。とそこに文献さん、うん、お手紙です。何？ありがとう。船木さんのお友達のお嬢さんが。文献さんへ。私は文献さんのファンです。おお。いつも街をきれいにしてくださってありがとうございます。頑張ってください。うわ素敵なお手紙。鈴木小春です。あ、小春ちゃんね。いつも見ててくれてんの？どう見てて？楽しい。楽しい？どんなところ楽しい？なんかね、ゴミ拾いしてて、うん、途中でみんなが手伝ってくれるところ。そうか。何回も手伝いに来てくれてるの、うん、どう？優しいと思う。優しい？嬉しいっすよね、そこに来てもらえると。もっと頑張って、うん、ゴミを拾ってください。ありがとう。翌日、また一人で峠のトンネルから出発です。今日は南会津町野草まで9キロです。一方通行のトンネルは初めてですね。希望かけら響くついに下りですね。快適に感じる下り坂。この辺りは相当冬は雪深いんでしょうね。こまめにゴミを拾いながら旧立岩村を進みます。本日一袋目。思えばもっと頑張って、うん、ゴミを拾ってください。ありがとう。勇気が湧いてきます。ひものかけら。ひものかけら。小川にあったプラスチックゴミなどを拾い上げました。 OK。 一つ一つ確実に拾っていきましょう。この日の行程9キロ。大自然の中一人黙々と進んだ旅路でした。今日のゴール地点着きました。本日2袋目。比較的ゴミが少ない奥会津。日の江又村が近づいています。